テリーごと変わりましたね。マウンド上の長谷川博樹、西東京のドクター K というふうにもね呼ばれていたそうなんですけど、さあフォームはシンプルな感じですか。はい、山下は本当に今シーズンからで右足を長く上げて、はい、これは最後はストレートが外れました。高校時代2年生の秋の都大会、今シーズンベイスターズはセリーグでは一番バントは少なかったチームですけど、さあそして久喜は2塁送球アウト、1塁は松尾が走ってなかったですか、スタート切ってなかったですか ね、そうでしたね、はい、これが今日初打席。なるほど、私はそう言いますけどね、はい、あとはまあ最近は言っていました。ツーボールから積極的に振ってきていい当たりでしたけど、あーサード今いいプレーしましたね、黒瀬がよく掴んで一塁に送りました。ということでこの回先頭の山下がフォアボールで塁に出たんですが、松尾バント失敗併殺だ、その後白根いい当たりでしたけど黒瀬のナイスプレー、6回の表が終わっています。そしてこの回のベイスターズの回の先頭は4番の山本武蔵、いや本当にもう眩しくて、もうこれはバットの先だったでしょうか、山本ファーストゴロ、はい、ノーヒットフォアボールが1つ、 SPF50 で大丈夫かなと、それでも抜けちゃうんですよ。いいじゃん奄美キャンプ行ったりするんだ、はい、127キロの変化球スライダーですね、はい、受けましたマウンド上の長谷川。さあバッターボックスは青柳浩輝、今日は2打数ノーヒット、パッていい当たりなんですがこれは特大のファールです。7人とまだちょっときっかけがね掴めていないかな。最後はタイミングを崩しました、これもスライダーですよね、あのカーブかスライダーちょっとね縦にちょっと落ちましたね。126キロの球でした。7回の表ベイスターズは攻撃が3人で終わりました。この回の先頭は狩野幸和、今日は2打数ノーヒット。田村城相手にホークスも3人で攻撃が終わって非常にランナーを許していません。特に2イニング目の7回には今はチェンジアップですね、はい、もっと使え今度は3回無失点ピッチングでした。インコースいっぱいにストレートが決まりました。147キロ、これ6球投げて1球しか振ってないんですよ、はい、まあ、ピッチャーを振らさないように配球してきてますけどね、はい、さあそして高め抜けてるシーンが多いですけどね、はい、チェンジアップを投げてまだいけそうなピッチャーを、はい、山田博樹だったりを、うん、ますよね、はい、外使うということは言ってましたけどね、はい、最後はストレート空振り三振でした。長谷川を見てるとこれはもう可能性はあります、本当にポテンシャル高い、はい、でしかもかなりもう完成されているんじゃないかなって気も、ま、それはまだちょっと言い過ぎですか、少しちょっと変化球がちょっと緩むときあるんでね、うんうんうん、それが心配です。今のですね、はい、あのまあ、でも例えばロッテの種市あたりはね、入ります。今度インコースに構えています。リーグだと思いますよ、はい、ストレート148キロが出ました。そのエスコバー投手を見てるみたいな感じですか。最後は136キロの球外れました。スライダーが、ね、外れましたけどね。6回の3打席目はこの長谷川からフォアボールを選びました。プレーボールがまだ2時間5分しか経ってないですからね、うん、なるほど。で、あ
スタートしました。ではあります。とストレートは外さあ、百瀬はスタートを切りました。これはファールで、ただ茎は外に構えています。転がしました。これは長谷川が掴んで、結局山下はピッチャーゴロに打ち取られました。2アウトから百瀬がフォアボールで塁に出ましたが、ランナー残塁に終わりました。8回の表が終わって、ホークスが2対1と引き続きリードしています。